はい、こんにちは。今日はですね、おすすめのアプリを紹介していきます。Adobe から出てる Adobe Spark Post っていうのを紹介していきます。で、このアプリはですね、すごい簡単に超おしゃれなレイアウトデザインが一瞬でできるっていうかなり優秀なアプリです。で、レイアウトデザインを作るアプリは他にもいろいろあるんですけど、この Adobe Spark はですね、他のやつとは比べ物にならないぐらいかなりすごいです。Adobe の AI 機能っていうのを使って、こう自動的におしゃれなレイアウトをもう考えて勝手に作ってくれるっていうアプリなんですけど、まあこれを使ったらあんまりデザインに自信がないよっていう人でも本当に簡単にレイアウトデザインができます。で、今日はこのですね、 Adobe Spark の凄さを惜しみなく伝えていくんですけど、ちょっとね、この前面白い記事を見つけたんですよ。これです。この Adobe の Spark Post が大学入試で初採用されたんですって。なんかデジタルハリウッド大学の AO 入試でプレゼンテーションツールとして導入されたらしいですね。すごいですね。で、ちょっと読むとですね、変化の激しい時代において新たな価値を創造していく力を育成するために導入したらしいですね。で、まあ知識とか技能に加えて判断力、表現力とか、あとは多様性を測るためにこの試験を採用したみたいです。で、この Adobe Spark ってすっごい簡単にこのプレゼンテーションボードみたいなのも作れちゃうんですよね。レイアウトとかもおしゃれに簡単にできちゃうんですよ。なので、多分そういうデジタルのリテラシーみたいなのが見られたのかな、わかんないけど。でも、どうします、皆さん、試験場に行って紙とペンを急に取り上げられて、iPad と Apple Pencil を渡されて、これでやれって言われたら、もうなんかそういうのをやってきてない人にとったらもうパニックですよね。私はね、興奮しますけどね。多分これを見てる皆さんもね、やる気になると思うと思うんですけど、まあ多分ね、普通の人はそうじゃないので、ちょっと今日はそういう人たちのために、じゃあどうやってこの Adobe Spark を使いこなしてプレゼンテーションを作ったりとか、レイアウトを作ったりとかっていうのを今日はね、紹介していきたいと思います。これから大学受験とか、今ね、大学生の方とかは必見だと思うので、ぜひ楽しんでください。はい、じゃあ始めていきます。Adobe Spark ね、この黄色いアイコンのアプリになります。で、立ち上げるとこんな感じで、レイアウトのテンプレみたいなのがたくさん載ってます。で、上のところのタブは、カテゴリーですね。ここでカテゴリーを選べます。で、ちょっとね、ざっくり見ていくと本当にたくさんあるんですよ。で、ある程度もうデザイン出来上がってるように見えるんですけど、後からこう文字変更したりとか画像変えたりとかもできるので、こっから一番最初を始めていきます。で、カテゴリーのところ何があるかっていうと、まずコラージュですね。複数の画像を並べたいときですね。あとはシーズナル、季節。で、次がライフスタイル。で、ビジネスもありますね。で、あとがスクールとトラベルとフード。あとクラフトですね。で、ここである程度のそのレイアウトデザインのトーンっていうか、それは決めていけると思います。じゃあですね、ちょっと1枚レイアウトを選んでみますね。これいこうかな。ちょっとこういうなんかジャーナルマガジンみたいなのでやっていきます。で、選択してこのリミックスっていうこの緑のボタンを押してください。そしたらですね、こうやって下にツールバーみたいなのが出てくるので、こっからデザインしていきます。まず最初このリサイズを押してください。で、このリサイズの機能がめっちゃすごいんですよ、Adobe Spark。もうね、これが神様です。で、例えばね、こうやってリサイズで、サイズ、下にキャンバス出てるので、サイズ選ぶと、そのキャンバスのサイズに合わせた最適なレイアウトっていうのを、Adobe の AI の機能が勝手に作ってくれるんですよ。すごくないですか？こういうのとか。めっちゃオシャレじゃないですか？で、こんなんとかもう選択するだけで勝手にやってくれるんですよ。で、こうやって分割とかもできる。文字はここからいけないのかな？後で文字修正しますね。で、こうやってサイズ調節もできるし、もう勝手にやってくれるんですよ。で、もっとスクロールすると3分割もありますね。
で3分割になった時のこの色とかは後から変更することもできます。でこれがリサイズの話ですね。これがねもうアドビスパークの一番すごいとこなんですけど、まあじゃあこういったリサイズとかを使ってレイアウトを組んでいきますね。じゃあちょっとこれを使って次やっていきますね。でさっきリサイズをしたんですけど、その横にレイアウトっていうボタンもあって、レイアウトもちょっとリサイズと似てますね。このグリッドとかを変えてくれるんですよ、こうやって。でこのグリッドの幅とか位置とかっていうのもアドビの AI 機能がこう最適な位置っていうのを決めてくれて自動的に変更してくれるんですよ。すごいですよね。でね、このアドビの AI 機能の合成技術のことをアドビはアドビ先生って呼んでるんですよ。で私のこのアミティ先生っていう名前は実はですねアドビからパクってきてますね。はい、私アドビが結構昔から好きで、すごいアドビオタクだったんですけど、そのアドビの AI 機能みたいにめっちゃスーパーすごいことをする人になりたくってアミティ先生にしました。いつかねアドビ先生と肩を並べるぐらいの存在になりたいな。アミティ先生頑張るぞ。はい、ということで次いきますね。レイアウトが決まったらですね、次写真を、中の写真を変えていきます。で変え方なんですけど、画像をですねここタップすると下にリプレイスっていう画像のマーク出てくるので、そこからフォトライブラリーを押します。そしたら、写真のアプリケーション立ち上がるんで、こっから、自分の好きな写真を選んでいきます。でまた画像を選択して下のアジャストタブを行ってもらうと、ここで画像のサイズだったりとか位置とかっていうのを変更することができます。でこの周りの装飾みたいなやつも、デフォルトで入ってたんですけど、これも色とか変えることができます。で文字も変えれますね。文字タップしたら、フォントの種類だったりとか色とか、あとサイズもそうですし、あとこの行間とか文字間とかも変えれますね。で色を白にしてちょっと目立たせてあげて、フォント情報を選んでいきます。でここまで来たら背景の色とかも変えて、でやっぱり装飾ね、ちょっと赤じゃなくてシンプルめのグレーにして、こんな感じで終わりたいと思います。ちょっとこれいまいちですね。これいまいち。次いきますね。で今日はですね、あと、3つレイアウト組みます。3つやります。で次が結構すごいですね。で次の画像なんですけど、これで選んでいきます。でまずリサイズいきますね。リサイズで、サイズ選んでいきます。で、あ、そうだ、プレゼンテーションのボードをここで作りたい人は、16対9っていうこのキャンバスサイズがあるので、16対9で始めてください。それがそのプレゼンのボードになります。で今回はね、ちょっとプレゼンボードのサイズはやらないので、今回はこのちょっとインスタグラムのストーリーバナーかな、インスタグラムの縦画面でやっていきます。でこれはですね、文字のところはもう結構いい感じなので、写真を変えるだけにしますね。で写真は結構ちょっと女性受けしそうな画像にしたいと思ってるので、これでいきます。で、画像タップするとリサイズっていうところ出てくるので、リサイズでこの画像の位置とあと大きさを調整してあげます。ちょっとね、大人女子なおしゃれな画像を作っていきますね。で文字のサイズと位置を調節したら、ここからちょっとエフェクト、アニメーションっていうのをかけていきます。でエフェクトボタンを押したらいろいろ出てくるので、この中からまずフェードを押しますね。フェードをしたら見てください、こんな感じですごいね、おしゃれなアニメーションが勝手に作ってくれるんですよ。すごいおしゃれおしゃれじゃない。
で、スライドとかグロー、これグローです。すごいね、こんなになんかアドビースパークが進化してると私も思ってなかったので、このアニメーション昔なかったんですよね。だから改めて見てめっちゃすごいと思って感動してました。いろいろね、あのエフェクトはあるので、ここでちょっと試してみてください。多分ね、一番左のこのフェードが私は一番好きかな。これが一番おしゃれだなって思います。で、こんな感じで完成で、これができたらこのデータっていうのは共有することができるんですね。で、共有はこの右上のシェアっていうボタンを押します。で、そしたらこのアニメーションか静止画かどっちかか選べるので、今回はちょっとビデオアニメーションの方を共有してみますね。で、そしたらこうやっていろいろタブ出てくるので、このままインスタとか SNS に上げることもできるし、これ面白いのがコピーリンクっていうのがあります。で、コピーリンクは何かっていうと、この Adobe Spark のデザインデータの URL を発行することができるんですよ。なので、この URL を誰かにこうやってメールとかで送ってあげると、これと同じデータが開けます。開けるはず。なので、ちょっとコメント欄か概要欄の方にこの URL コピーしたやつを貼っ付けておくので、よかったら見てみてください。これで見れなかったらごめんね多分見れるはずです。で、もう一個書き出し方法としては、セーブビデオっていうのがあります。セーブビデオはこのアニメーション付きのビデオが、写真ホルダーの中に、保存されます。ちょっと見てみますね。タップして再生したら、こういったアニメーションが保存されてます。で、これループはしないのかな。ループはしないみたいですね。なので多分MP4 か MOV ファイルで保存されてます。なので、これをこのまま何かに転用して SNS に使ったりしても全然大丈夫です。じゃあ次いきますね。あと2個やります。で、これなんですけど、これは縦長のレイアウトですね。こうやっていきます。なんかポスターとかね、作りたい人とか、まあ簡易的ですけど、これでやってもいいかなと思います。で、結構コメントで、iPad でポスターを作りたいとか、あとは案内板作りたい、あとチラシを作りたいっていう人が結構いてですね、なかなかね、この iPad で複雑なレイアウトを組めるアプリが今んとこね、ちょっと数が限られてて、もうちょっとしたらそれも出そうと思ってるんですけど、まあこの Adobe Spark は割といいです。そのレイアウトを組むっていう意味ではかなりおすすめなので、使いようによってはチラシとかポスターとかも作れるかもしれないですね。ぜひね、やってみてください。はい、で、このレイアウトはこんな感じで完成になります。一応これもコピーリンクして概要欄かコメント欄の方に載っけておくので、よかったら見てみてください。で、あと1個ですね。あと1個です。頑張りましょう。皆さんがじゃない、学生の人たちが大学受験受かるように、頑張りましょう。皆さんついてきてね。で、最後はこれいきましょうか。このテキストだけのやつでレイアウト組んでいきます。で、これはですね、テキストと、あと色を変えていくだけのシンプルな感じになるんですけど、こういうのは何に使えるかな？そうですね。なんかお店とかのこうちっちゃいカード、正方形のカードとかを作ってあげると、これで作ってあげると可愛いかもしれないですね。で、打つ文字なんですけど、クレイジーと、あと下のフォントはですね、ここ iPad Pro って打ちます。クレイジー iPad Pro です。これ私の YouTube のバナーになってるんですけど、結構ね、お気に入りの言葉。で、文字打ったらですね、この iPad Pro のフォントね、やっぱりちょっとこれ変えたいですよね。で、右側のプラスボタンを押したら、ここに Adobe Fonts の一覧が出てくるんですよ。ちょっとこれは Adobe に契約してる人しか出てこないんですけど、この中からフォントを選んでいきます。でね、あんまり教えたくないんですけど、ここまで見てくれた人にちょっと教えると、こうやって iPad Pro って文字を打った時に、このフォントが一番 Apple のサイト上に載ってるフォントに近いのは、ニューハスグロテスクっていう名前のフォント。これ Adobe Fonts の中に入ってます。
よかったらダウンロードしてみて。こんな感じで、なんかオフィシャルっぽいでしょ。これがね、ニューハスグロテスクっていう名前のやつ。多分ね、読み方合ってると思うんですけど、アドビ契約してる人はぜひダウンロードしてみてください。で、こんな感じで色とかね、いろいろカラバリもたくさんあって、自分で変更することができます。で、こんな感じかな。やっぱクレイジーのね、筆記体とかはでっかい方がかっこいいですね。で、これでもいいんですけど、ちょっと最後ね、画像を入れたくなったので、アットのところから写真を選択していきます。で、写真フォルダ開いて選んでいくんですけど、どれがいいかな。ちょっとね、最後なんで、ファンキーなやつがいいですね。これにしようかな。これにします。見て、これ可愛くないですか？これにしますね。で、画像の位置調節して、フィルターっていうのもあるので、フィルターかけてあげて、ちょっと暗くしてあげると、手前の文字がこうやって見やすくなりますね。で、サイズと位置整えて完成にします。で、こんな感じで完成にしたいと思います。なんかね、我ながらちょっと可愛いのができたかな。はい、です。これは最後、セーブイメージで写真フォルダに保存していきます。なんかこのおばちゃんが持ってるトランプが iPad だったらもっと面白かったのにね。はい。まあ、それは置いといて。写真保存したやつを見るとですね、こんな感じかな。これで完成になります。Adobe Spark ですね、こんな感じですごい簡単におしゃれなレイアウトっていうのがすぐに作れるので、ぜひね、興味ある人はダウンロードしてみてください。大学生はね、必須ダウンロードですよ。次の試験に出るかもしれないのでね。で、結構私もやってて楽しかったので、またね、次回、機会がある時に Adobe Spark のチュートリアルまたやろうと思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてください。今日ね、ちょっと長めでしたね。すいません。雑談が多くなっちゃったんですけど、でも最後まで見てくださってありがとうございました。もしね、この動画が良かったら、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。